こんにちは。大阪医性会がん治療クリニック医師の山岸です。それでは講座を始めたいと思います。まず、今回で希望をつなぐ第4のがん治療の講座は4回目のシリーズとなるわけですが、皆さんは前回2月に放送したシリーズ3、ネオアンチジェン上細胞ワクチン療法をご覧になりましたでしょうか 最初にまずアンケートを取らせていただきたいと思います123の選択肢の中からお選びくださいはいありがとうございました、まあ、ほとんどの方が前回の主張をしておられなかったということでそれを踏まえて今日は説明をさせていただきたいと思いますえなお過去の放送は 大阪医生会がん治療クリニックホームページからご覧いただけますのでまたぜひご覧くださいそれでは本日のお話の全体像に関してですが最初は一番のナチュラルキラー NK 細胞とは何かについて説明させていただきます続きまして免疫細胞の種類について説明いたします そこから3番目には NK 細胞が発がんを予防するという根拠になる実験のデータについてお話しいたします続いて免疫力ががん治療の基本であることをお話ししたいと思います最後に本日のまとめをお話しさせていただきたいと思いますそれでは早速 ナチュラルキラー NK 細胞とは何かということでお話を進めさせていただきます。まずはじめに NK 細胞の定義について説明いたします。人のリンパ腫細胞である K562 細胞、またはマウスのリンパ腫細胞である YAC1 細胞を 破壊する細胞のことを NK 細胞定義をしております。NK 細胞が癌が細胞に結合した様子を示しております。上段は顕微鏡の操作電源の画像でありますが、NK 細胞と癌細胞の大きさを比較してみていただけると思います。下段は NK 細胞ががん細胞と結合している画像ですが、この下段の真ん中はがん細胞が NK 細胞の攻撃を受けて縮小、消滅していく様子を示したものであります。下段右端の画像は NK 細胞の攻撃によって がん細胞がこのように薄くなって、えー、破壊消滅した様子を示しています。続いて免疫細胞の種類についてお話をいたします。まずはじめに NK 細胞は私たちの血液中にある存在する割合は5から10%の割合で 存在いたします。はい。この図はいくつかの免疫細胞の種類について示しております。免疫細胞は血液の細胞成分の中で言えば白血球に分類されていて上段の単球の中にはマクロファージと樹状細胞が あります。中段のリンパ球には多くの種類がありまして、その一つは T 細胞で、癌細胞を殺傷することができるキラー T 細胞。それを助けるヘルパー T 細胞。そして、下、え、段、ー、にある免疫反応を抑制する制御性 T 細胞。 これを RegulatoryT ということで t r e というふうに略して呼んでおりますこの抑制性 T 細胞はキラー T 細胞ががん細胞を攻撃する際に邪魔をしてがん治療に対してマイナスの働きになっております次に B リンパ球についてですが この B リンパ球は現在話題になっていますコロナに対する抗体を作る細胞であります続いて下から2番目今日の話の中心であります NK 細胞すなわちナチュラルキラー細胞でありますもう一つは今日はお話ししませんが 次回の講座でお話しする予定でありますが NKT 細胞すなわち NK 細胞と T 細胞の両方の性質を持つ細胞であります。最後に濃い青の四角の下2段にあります高中球と下粒球これらは血液中にある 免疫細胞と言われる細胞であります。この図の右端に示した赤のプラスマイナスの印は病気や癌細胞に対してプラスの作用、つまり病気を治したり癌細胞を破壊したりする働きをプラスで示しております。 それとは反対に、プラスの免疫の邪魔をする場合をマイナスで示しています。免疫ということは、私たちの体を守る生体反応そのものでありまして、そんな難しいものではありません。その免疫の働きには、二つの考え方が存在します。 最初に自然免疫でありますが体に入った異物の種類に関係なく自分と違う異物に対して働く免疫反応であります。それに対して2の獲得免疫は標的となる抗原異物ですね異物の抗原に対して特異的 すなわち限定的にその異物に対して働く免疫反応を獲得免疫と話します。ここで先ほどのスライドに出てきた免疫細胞を1と自然免疫2の獲得免疫に分類してみることにします。自然免疫を受け持つ細胞には4つあります。最上段は 今日の講座のテーマであります NK 細胞ナチュラルキラーセルでありますその他は2番目にある単球それから3番目にある好中球それから NKT 細胞があこれはガンマデルタ T 細胞とも呼ばれておりますが これらの4つが自然免疫を担当する細胞と思ってください。次に2番目の獲得免疫を担う細胞は一番上に樹状細胞 DC といいますが Dendritic Cell の大文字の DC を訳したものでありますが多くは DCDC DC という言葉で 使うことが多いので、それはイコール樹状細胞ということでご記憶ください。それから2番目はヘルパー T 細胞。で3番目にキラー T 細胞。それから1つ前のスライドでご紹介したように治療に対してマイナスの働きをする制御性 T 細胞。 すなわち T-REG 略している細胞群であります。そして最後に先ほど紹介いたしましたコロナウイルスなどの異物に対して抗体を作る細胞がこの B 細胞でありまして、これら5つの細胞が獲得免疫を担う細胞として分類されます。続いて、 NK 細胞が癌細胞またはウイルス感染細胞を破壊する仕組みについて説明いたします。癌細胞またはウイルス感染性細胞の表面には NKG2D と呼ばれる NK 細胞を活性化する因子ピンクの三角印ですが 現れてきます。そして、癌細胞及びウイルス感染線細胞の NKG2D、ピンクの三角ですね、の部分が NK 細胞の NKG2D 受容体、緑の部分にあります。赤丸部分のように NK 細胞が がん細胞あるいはウイルス感染細胞を破壊するわけであります。これに対して正常細胞には NKG2D は現れてきませんので正常細胞は破壊されることなくがん細胞またはウイルス感染染細胞のみを NK 細胞が攻撃して破壊させていくと。 いう作用が NK 細胞の働きでありますここで画像で NK 細胞ががん細胞をどのように破壊していくかということをお示しいたしますがん細胞はここに示す大きな緑で出ている細胞が脳腫瘍の中で高芽腫由来の細胞でありましてこの脳腫瘍細胞を赤丸 の囲んでいるのが NK 細胞でありましてこれがご覧のように脳腫瘍細胞が次々と破壊されている様子がわかると思います大きい緑が脳腫瘍の細胞小さな緑が NK 細胞でありますこれはあ10倍に拡大した図でありまして 周りの赤いマークにあるのが NK 細胞でこの大きいのこれが脳腫瘍の細胞でありますが脳腫瘍の細胞を NK 細胞が攻撃している姿をご覧になれると思います真ん中の大きい細胞が脳腫瘍の細胞でその周辺に小さく光って動いているのが NK 細胞であります、はい NK 細胞が今縮んだのが見えたと思いまはちょっと早かったんですがもう一回見ていただきましょう。しばらく見てください。この脳腫瘍の細胞が NK 細胞に破壊されて収縮している様子がよくわかると思います。このような形で NK 細胞が脳腫瘍の細胞を破壊していく。 いう像を見ていただけると思います。今、画像で見てもらいましたように、NK 細胞ががん細胞を破壊するためには、いくつかのサイトカインという物質が出ております。NK 細胞は、サイトカインというのは、まあ、生物 活性物質でありまして、一つ目は、1型インターフェロン。インターフェロンアルファ、またはインターフェロンベータと呼ばれておりまして、その、この1型インターフェロンの作用は、NK 細胞を活性化して、抗ウイルス活性を増強する作用があると言われております。 二つ目の二型インターフェロンはインターフェロンガンマでありまして、これは抗腫瘍活性とか抗ウイルス活性を増強する作用を持ちます。続いて三つ目はインターフェロン15であります。NK 細胞を活性化したり、インターフェロンガンマを 大量に分泌する作用を持ち、NK 細胞の生存をあるいは維持し活性化をする作用を持ちます。最後にインターフェロン12でありますが、高腫瘍活性を増強して、インターフェロンガンマを大量に分泌させる 作用がありますこのように NK 細胞はいくつかの作用を持つサイドカインを作ることによってがん細胞を破壊するということが言われておりますのでお分かりいただけると思います次に免疫力の強さを示す一つの指標として NK 活性 という言葉が使われますがこの NK 活性 NK 細胞の作用の強さについて少し説明をさせていただきます。その NK 活性の強さあるいは免疫力の強さを知るために NK 活性を測定するわけでありますが人の リンパ腫細胞であります K562 と呼ばれる細胞またはマウスのリンパ腫細胞であります YAC1 という細胞を破壊する能力をパーセントで示した値のことを NK 活性と呼んでいますこの NK 活性がんを殺傷する能力は一人一人で 異なった値を示します私たち人間の一人一人はこの NK 活性の NK 細胞の強さは異なるわけでありましてその NK 活性をリンパ腫細胞で測定するということであります、はい、次にお話しすることはこの NK 細胞が 発がん、がんの発生を予防すると考えられている根拠についてのデータをお示しいたします。先ほど NK 活性と発がん率についての説明しますということをお話ししましたが、このデータが2000年にランセットという信頼性の高い医学学術雑誌に発表された データであります男女3500人のについて、えー、NK 活性の強さによって、えー、発がん率がどう違うかということを11年間追跡調査した結果であります左が男性右が女性で縦軸に発がん率 を示し横軸には観察年数を示しております11年間の追跡の結果ですがここにある実践は NK 活性の低い方で下にある点線あるいは破線に関しては NK 活性が中くらいまたはあ NK 女性も実践は NK 活性の低い人点線破線が中くらい NK 活性が中くらいまたは高い方でありますがこの両方とも男性も女性も実践のこの実践ですね実践の NK 活性が低い方が発がん率が 高くなっていますこのことから NK 活性の高い人の発がん率は NK 活性の低い人の発がん率に比べて統計画に優位な差をもって発がん率が低いということが分かって NK 活性が発がんを抑制するというデータが出されたわけであります。 次に NK 活性が抗がん剤の効き目を高くするということを説明いたします。ここに紹介いたします。一番下にある ADCC、えー。日本語では抗体依存性細胞障害と呼ばれておりますが、えー、これはアンティボディ・ディペンデント・セル・メディエイティド サイトトクシシティの上の大文字 A, D, C, C の頭文字を取って ADCC というふうにの反応について説明をいたします。この左上にアバスチン、ハーセプチン、アービタックスというような代表的な 分子標的治療薬と呼ばれる抗がん剤を示しましたけれども、この分子標的治療薬というのは抗体でありまして、抗体の使って抗がん剤を示すという、このような分子標的治療薬というのは、現在150種類ほどたくさん存在して、臨床的に癌の治療に使われておりますが、 この分子液標的治療薬という薬はここにある抗体そのものでありましてその抗体の Y を逆にしたこの先端のところですねこのブルーの薄丸になっているところに FC これが FC と呼ばれる部分が存在しますその FC と 合体するようなものが NK 細胞の表面についておりましてこれを FC 受容体が NK 細胞の表面についておりますそしてこのがん細胞の表面に抗がん剤が近づいていって抗がん作用を示すために接着する際にこの FC FC 受容体がくっついて NK 細胞もがん細胞のところに連れていくというこの抗がん剤があ自分の抗がん作用を示す時に NK 細胞をまあついでに連れていくというような作用がありますこのように分子標的治療薬である抗がん剤を使用する際に NK 細胞を 同時に投与しますと抗がん剤の作用と NK 細胞の先ほど見ていただいたような癌細胞破壊効果が二重に増強されることがわかると思いますこの仕組みのことを免疫学ではここにある抗体依存性細胞障害と呼びまして癌細胞を 効果的に破壊するダブルの抗がん作用を示すことがお分かりになると思いますこのように抗がん剤の投与の際に NK 細胞を同時に投与するとこの ADCC 抗体依存性細胞障害という作用が働いてがんの治療効果が 増強するということが言われております。ここで一休みして皆さんに質問させていただきますが、今お話しした NK 細胞ですが、これを用いて、高活性化 NK 細胞療法を行うわけですが、患者さんから採血をして、患者さん自身の NK 細胞を培養し、 その後、患者さんに戻す、えー、点滴で戻すという手順で治療を行いますが、その際、もともと患者さんからいただいた NK 細胞を40億個まで増やして体内に戻すわけでありますが、その培養にかかる時間はどれぐらいだと思われますでしょうか一番、二、三日。 2番2内ないし3週間3番2内ないし3年の中からお選びくださいはいありがとうございました8割夕方の方が2内ないし3週ということでその通りでありまして2週間ないし3週間で治療に使われる NK 細胞が活性化されるというふうにご理解ください 続いて NK 細胞の数や NK 活性に影響する要因についてお話しいたします NK 活性を弱める要因として一番にはストレスでありますストレスを受けますと NK 活性が弱ってしまいますそれから睡眠不足でも NK 活性が弱りますそれからマイナス思考ですね何でもこうマイナスに考えてしまう性格の方々は NK 活性がもともと低いと言われておりますそれからある種の抗がん剤を大量に投与することで NK 活性が弱ってしまうということも言われております 逆に NK 活性を強めるものは笑いであります。朗らかに笑うということで NK 活性が高まります。えー、実際にこれはデータとして今日はお示ししませんが、お笑い劇場に入場するときに採血をして NK 活性を調べ、2時間ほど人笑いして 出てきてき同じ方からまた採血して NK 活性を調べますと優位に NK 活性が高くなっているというデータは10年前ぐらいから実際に学会で発表されておりますのでこの笑いというのがいかに大切免疫論を上げるかということをご理解していただけると思います。それから もう一つはプラス思考ですね。え、逆にマイナス思考とは逆にプラス思考で、いつも前向きな考え方をしていくということが、NK 活性を強めるというふうに言われております。それから食べ物では、ヨーグルトとか、乳酸飲料、あるいはピーフジス菌など、 が腸管あるいは腸管の周辺にはたくさんのリンパ節がいてこの NK 活性を高めるというふうに考えられておりますそれでは NK 細胞のどうやって取るかということを説明させてもらいます 患者さんから採血をいたしましてその情勢で NK 細胞を取るわけですが先ほどあったように2ない3週間培養してその細胞を点滴するわけですが培養することによって NK 細胞を元の200倍あるいは人によっては1000倍ぐらいまで増えてきますそしてそれを点滴する いうことを治療として行います免疫力ががん治療の基盤である根拠についてもお話しいたします左のグラフは正常マウスあるいは免疫不全のマウスに大腸がん細胞を移植した後抗がん剤を投与して日ごとに腫瘍の大きさを縦軸で示したものであります正常マウスの腫瘍の大きさは 免疫力のない免疫不全のマウスに比べて、えー、抗がん剤の効果が多く逆に免疫不全のマウスではがんが増大しました右側は乳がん細胞を正常マウスあるいは免疫不全のマウスに植えまして放射線治療をしたくんでありますがこの正常マウスに比べて免疫不全のマウスでは放射線 治療の効果果がが少ないといとう結果が出ましたつまり免疫力のないマウスでは抗がん剤や放射線療法が効きにくいということが分かりましたすなわちがん化学療法または放射線治療に際して免疫療法との併用が効果的であるということをご理解できたと思います。 本日のままとめをさせていただきますが、これからのがん治療は免疫力を高めた上で手術あるいは抗がん剤あるいは放射線治療を適宜組み合わせていくということが大切であるということが理解いいたただけたと思います。ここで新しい情報として今まで NK 細胞には免疫反応を記憶する仕組みが存在しないと。 考えられていましたが2009年に記憶する仕組みが存在するということが報告されましたつまり NK 細胞にも免疫記憶の仕組みを持つメモリー NK 細胞が存在することについて簡単にお話ししますそもそも免疫記憶というのは例えば一度感染した病原体あるいは自分以外の異物に 再度出会った際に、初回よりも迅速に病原体あるいは異物を攻撃するという免疫の機能のことを言います。2009年に学術雑誌のネイチャーに免疫記憶の仕組みを持つ NK 細胞、すなわちメモリー NK が存在することが発表されました。そして2011年にはその免疫記憶が 約3ヶ月、比較的長い間、継続することも発表されました。このことは、NK 細胞は点滴投与されて約3ヶ月間は、免疫細胞の記憶が維持されていると理解することもできます。また、NK 細胞は、自然免疫のみでなく、自然免疫から獲得免疫への橋渡し的役割を果たしていると、 考えられています体内にあるものもともとの NK 細胞とは違い記憶機能を持つメモリー NK 細胞ができ T 細胞のような獲得免疫に似た作用を持っていくということが推察されますはい最後に当、えー、大阪医性会がん治療クリニックで行っている免疫療法でありますが今日一番 自然免疫の中の活性化 NK 細胞療法、それから NKT 細胞療法、それから免疫療法では、樹状細胞、がんペプシドワクチン療法、あるいは活性化 T リンパ球療法、あるいは活性化新人リンパ球療法などがありますが、今日のお話にはないことでありますが、 時があればまた説明させていただきたいと思います。大阪医星会病院では治療クリニックのオンラインの無料相談にいたしております。ぜひ大阪医星会がん治療クリニックのホームページに詳しく情報がございますのでご覧いただければ幸いです。本日はご参加いただきありがとうございました。 それでは質問、感想、要望コーナーに移りたいと思います。NK 細胞と免疫の高さは血液検査のどの数値でわかりますかという、また、どれくらいあれば高い方ですかということで質問でありますが、人によって多く違うわけですが、大体 NK 活性が15から40%ぐらい。 の違いがあります笑いやプラス思考が免疫活性を上層させるということは脳から何か生理学的物質が分泌されるからでしょうかそのような物質が特定されれば直接投与することが NK 細胞を活性化することは期待されますがどうでしょうかという質問でありますが。 おそらく今、あの、講義でお示ししたインターフェロンガンマなどのサイトカインが分泌されて NK 活性を高めるというふうに考えられています。NK 細胞を増えすぎるということはありますかというご質問で、がいただきましたけれども、あの、増えすることはありません。自分の体の中で大体調整を、あの、しておりますので、 増えすぎてて何か起ここるとということはは特に今報告はされておりませんそれから採血から投与まで平均何回ぐらい実施する必要があるでしょうかということですが大体いいこの免疫の治療は6回ぐらいを投与すると自分の体の中で先ほどのおそらく記憶される NK 細胞も 出てきて、えー、じゃないかという,う考えられてますので、約投与回数は六回をめどにということで考えられております、えー。細胞治療はがん以外の病気にも効果はありますかということでありますが、はい、あのー、講義の内容にありましたように、あのー、感染細胞、今のコロナウイルスなどのウイルス感染細胞に対しても NK 細胞が 働いていくますので、今のコロナウイルスに対しても N.K. 細胞は働くというふうにお考えください。えっ、ー、と、2年前に癌を患われて白血球が2500と少ない、そして単球が多いということで、どのように理解すればいいかということですが、これはあのおそらく抗がん剤を使われたり放射線治療 されて白血球数がぐらいちょっと下がってると思いますがあのそんなに少ないということはありません、えー、白血球が1500以下に下がると少ないというふうに考えられておりますので、えー、特に少ないということがないのであまり、えー、思い込まなく気分を寄ったりするということがもちろん、えー、かえって大事だと思いますのでそのようにされてください、えー、実用性について どううでしょうか標準治療との作用は有効とのことですが効きにくくなるというのは効、えっと、きにくくなるではなくてですね抗がん剤と併用すると効きやすくなると抗がん剤を破壊しやすくなるということが学会で報告されておるというふうに理解してください。主治医の話では免疫治療遺伝子治療のエビデンスがないと言われていす おりますがということでありますが今日お示ししたように「ネイチャーという雑誌あるいはいろんなジャーナルに、えー、エビデンスは出ておりますのでエビデンスをご存じないというだけで探せばもう山ほどたくさんありますので悔のないいようにさされてくださいそれから NK 免疫治療は特に有効ながんの種類はありますでしょうかということですががんの,の種類には あの影響ありませんこれは自然免疫療法でありますのでがんとかそれから今の感染症ウイルスであろうがあの細菌であろうが感染された細胞に関して戦ってくれるということで特に、えー、種類には関係ありません。NK 細胞はコロナの治療に使われているのですかということですがコロナ治療には NK ということで特に使われていることはありませんが 今日お話ししたようにコロナのなどウイルスとか感染した細胞に対して NK 細胞はそれらの細胞を破壊するということが分かっておりますので、えー、現在まだあまり言われておりませんが、えー、NK 細胞はウイルスに感染した細胞を破壊するということははっきりと分かっております。質問をお寄せいただいた皆様 えー、ありがとうございました本日のお話した内容が皆様の日々の健康に役に立つ情報であれば幸いです本日はご参加ありがとうございましたこんにちはコーディネートナースの向井です私たちコーディネートナースは患者さんの病気の重症化再発の防止健康の維持増進に取り組んでいます 治療を休んでいた方が再開される場合や、気になる症状がある方に、お電話や面談でサポートを行っています。健康相談も受け付けております。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にこちらまでご連絡ください。お電話の際は、コーディネートナースの相談とお伝えください。